そして、次の日かな、西ケープ州からね、ずっと海岸線沿いに移動していきますよ。海が近かったり、岩山に囲まれているせいでもあるのかもしれない。悩みが一つ、喜望峰の観光をどうするか。結構距離があって面倒なこと。安く簡単に済ませたいけれど、なくべく一人がいいな。なるべく一人で行きたいと。とりあえず明日することにして、この日は街を歩き回った。イギリスの影響が強い国。車は日本と同じ左側通行。そしてイギリスといえばフィッシュ&チップス。美味しい店がありました。揚げたてにお酢をかけて食べるのが美味しい。南アフリカの電気プラグは最近新しく変わったらしい。600円ぐらいでお店でアダプターを買った。そして港付近を歩いた。ヨーロッパのようなオーストラリアのような、そんなアフリカの街並みである。日が暮れるのが早い。16時には空は赤になる。そしてさらに寒くなる。安宿でも南アフリカではホットシャワーがあり浴びれるので、みな今のところは問題ない。風もだんだん良くなってきた。9月10日の日記。10時ごろ宿を出る。喜望峰観光をどうしようか。あの山に登ればきっと見えるそう思い込み、ある山を登ることに。町に
そびえる岩山の一つ、頂上が真っ平らに、真っ平らな岩山、テーブルマウンテン1073メートルに登ることにした。まずは歩いて1時間ロープウェイのリバ乗り場までのんびり 歩いた。汗をかいていい運動になる。観光バスが起き上がる観光バスが大きや観光バスが大きやくを乗せて通り過ぎていくけれど、僕はこれでいい。みんなバスで行くんだけど、自分は歩いて行ったと。そして、おいしいオレンジジュースを飲んで、ロープウェイに乗って、頂上へ。眼下に、小さい町並みと、大西洋が、青々と見えていい景色であった。頂上は広く岩の道が続いている。少し歩いていくと希望峰キープオブゴールドホープが見えてきた。でもそのあたり、旅の概要を説明しましょうかね。よちつまの西アフリカ、南アフリカ旅。2009年の8月ぐらいに行った旅ですね。まあ、ヨーロッパの、オランダのアムステルダムの近くの飛行機で、西アフリカのね、ガーナにたどり着いてからの紹介ですね。ガーナの首都はアクアといって、グレーターアクア州っていう州があるんですね。その中にアクア首都圏というのがあって、その中にアクアがありますね。で、そこからバスに乗って、セントラル州っていうところがあって、その中にケープコーストというところがありますね。そして、ここから内陸北上の方に北上してですね、アシャンティ州の中にクマシーというところがあります。鉄道の駅なんかもねあったところですね。そこからまたバスに乗って、ボノイーストリージョン
リージョンっていうところを通り過ぎていくんですけど、ちょっとここら辺不明な点があって一つ抜けてまして、バス自体はタマレンまで行きますね。北部ノースト州かな、ノースター州っていうところにあるタマレンに向かいますね。ここもガーナでございます。そしてアッパーイースト、アッパーイースト、北の東北東部っていう意味だと思いますけどね、ボルガータンガ、ボルガータンガという場所に行きます。そしてここからはワゴンタクシーみたいな乗り合いのちっちゃいバスに乗って、ですね、ここがですね、ブルキナソファに入っていくんですね。ブルキナソファの一番最初の州がサントルスットという州、ナウーリっていうところを通り抜けて、そしてズンドウェオ号、ズンドウェオ号、バーゼガ、ガリオ号、ガーレオ語、ウブリトンガ、サンマトンガ、ナモントンガ、セノ、途中からこれサントルというところを通っていくのかな。あ、ちゃ、間違えてる。ブルキナソファのサントル、まあセントラルっていう意味だと思うんだけどね、サントラル州の中に首都のワガドゥーグ、僕当時旅した時はね、オウアガドウゴってね、ちゃんとローマ字読みで発音してたと思いますけども、そこでな、1泊かな2泊したかな。そしてバスに乗ってウブ、プラトサントラルの中にあるウブリトンガ、そしてサントルノールに入ってサンマトンガ、ナモントンガ、そしてサヘル地方の中にドリーという町があって、そこで泊まったということですね。本当はね、ここから直接お隣のね、ニジェールっていう国に行きたかったんだけど、それができなかったので一旦首都に戻りますね。来た道を戻って、サントルノールのナモントンガ、サンマトンガを通ってプラトサントラルのウブリトンガを通ってサントル、首都の中にカリオゴっていうのところがあるんだ。カリオゴ、サントラルの中にカリオゴっていうのがあって、その中に首都のワガドゥーグがあります。ここへまた止まってから別の方向に行くバスに乗って、プラトーサントラル、ここも通ってきたところなんだけど、その中にあるウブリトンガ、ここのウブリトンガは一緒ですね。でここは初めて行くところのガンズルグーっていうところを通って、そして中東部、セントラルイースト、クリトンガ、
クリトンガもなんか通ったような気がするけど違うのかな。まあいいや、クリトンガ、クリトンガを通ってそしてニジェール、ニジェールという国に入っていきます。ニジェールのティラベリー、ティラベリーというところを通って、そして首都のメアニー、メアニーの中にあるメアニーにたどり着くということですね。そして、メアニーから方向を南の方に向けてティラベリーというところを通って、そしてドーソ、ドーソというところを通って今度このベナンっていうところに入っていきます。ベナンのアリボリ、マランビルっていうところで止まりましたね。で次の日かな、またバスに乗ってボルグっていうところにあるパクラーっていうところに止まりましたね。そしてまたバスに乗ってコリネス県、デパルメントでコリネス、九十コリネスっていうところを通ってツーっていうところを通ってアトランティック、まあ大西洋みたいな意味があるのかな、アトランティックを通り過ぎて沿岸帯、リトラル県にあるコヌト、コトヌ、首都ではないんだよね、首都はねこのねもっと東の方にはあるらしいんですけど、この時は首都だと思ってたかもしれないな、間違えて。ここに泊まってですね、で、ここからまた海岸線沿いに西に向かってアトランティックっていうところをね通っていって、ここからね東郷の海岸州のメロっていうところに泊まったんですね。でバスに乗ってアゴっていうところを通り抜けて、そしてパリメ、クロトっていうところの中にあるパリメに行きましたね。ここで一回止まって、で、次はガーナ。バス、小さいバスだったかな。ガーナの中にあるボルターっていうところにあるホーっていうところに止まったんですね。で、止まってから、首都のアクアに戻っていくという、アクアはグレタアクア州ね、グレタ、まあグレートアクアっていう意味なのかな、わかんないけど、アクアに行くと、アクアの空港、コトカ国際空港から飛行機乗って南アフリカのヨハネスブルク国際空港まで飛んでいく、ハウテンっていうところに、ハウテンの中にあるヨハネスブルクで、ヨハネスブルクへ止まってないかな、わかんない、忘れちゃったな。で、列車に乗るんですね。列車に乗ってブルームフォンティンっていうのはフリースライト州、自由州の中にあります。ブルームフォンティン州ね。でここで泊まって次の日はバスに乗ってですね、北ケープ州を通り抜けて西ケープ州の中にあるケープタウン、有名な町ですね、希望峰のところにあるケープタウンに行って泊まりましたね。で南海岸沿いにバスに乗って、ここも、西ケープ州、西ケープ州の中にあるクニスナというところで泊まって、そして東ケープ州の中にある
ポートエリザベスっていうところ、これはまた泊まったんですね、バスで移動して。で次の日またバスで移動してダーバンがあるところがクワズールナタール州、の中のダーバン、そしてヨハネスブルクにバスで戻ってきて、空港から飛行機に乗って、いきなりもう香港、アフリカから香港、ここ何も書いてないな、一応ね、香港は中華人民共和国、中華人民共和国香港特別行政区、香港。そして飛行機に止まってから、ナイタに帰っていくというね、そんな感じですね。